では今回はですね、霞ヶ浦航空隊のね、格納庫探訪ということで、まあこのね、美しいトラスの武骨派ということでね、まあ自衛隊のね、格納庫と違ってですね、まあ鉄がそのままなんでね、非常にこう印象深いものでしたね。まあ、というのもですね、実はこの隣に自衛隊のね、格納庫も同じようなものがありまして、まあそちらもね、この霞ヶ浦航空隊のね、格納庫だと思っているんですけれども、まあ、自衛隊に聞くとね、それは違うっていうことでね。まあ実はちょっと私いろいろ調べまして、阿見町のね、こう資料とかも調べたんですけれども、まあそれにもね、ないということで。まあ実はですね、結論から言うと、まあ自衛隊のものもね、まあ間違いなく霞ヶ浦航空隊のね、まあ格納庫であると思ってますね。まあそれはね、まあ後ほどちょっと案内するとして、ここでね、進んでいきたいと思いますね。ちょっとね、この周りの建物とかもね、こうなんか怪しいなと思って見てましてね。ただどうもね、これは戦後のようですね。まあちょっとね、30年代、20年代だとね、作りがほぼ同じなのでわかんないですね。まあ、ぜひね、知ってる人いたら、こう、教えてもらいたいと思いますね。で、まあ今回はですね、この茨城倉庫のね、土浦営業所に特別に入れてもらいまして、まあ平日のみだったんですけれども、そのちょっとね、休憩の時間に入れてもらったというか、まあ私もね、このこと、ところ自体ずっともう残ってないと思ってたんですけれども、まあカエル先生というね、方からね、教えてもらってですね、まあちょっと行ってきましたね。で、まあ昔はね、ここがね、まあ滑走路で、ここがこう、すぐね、格納庫だったんですけど、まあこれ非常にね、まあ複雑な作りでして、まあ、この三つとね、まあ、ここに三つもともとあったんですけども、自衛隊がね、この横の三つのうちの一個を取り壊して建て替えるというよくわかんないことをしてですね。まあ、ここはヘリ格納庫だと思うんですけど、まあ、自衛隊はね、まあ、最低限度の実力なんでね、まあ、特にこう、戦績を保存するとかじゃないんで、まあ、しょうがないと思うんですけども、もうこっちに建ててもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そういうわけでもないみたいですね。で、まあ、ここにね、こうあって、こう、まあ、三つあってですね、こっち側がね、まあ、財務省の土地で今、これ、茨城倉庫を借りてるんですけれども、まあ、財務省の土地にね、まあ、わざわざこんな格納庫作らないと思うんでね、まあ、間違いないかなとは思ってたんですけれども、資料をね、見る限り、こっちが、自衛隊のところは昭和32年だか4年だかのね、建立だっていう記録が残ってるようで、まあ、このね、外壁とかそういった話かなともね、ここが34年ぐらいでね、解体して関東応急所なんですけども。なんでね、その記録かなとは思うんですけれども、まあその自衛隊のね、主張を鵜呑みにして、阿見町のこう、資料もね、よかね平和記念館にあるんですけれども、こう、なんというか、受け入れてしまって間違ってるというようなね、形かなと思ってますね。で、まあそれはね、おいおいこう、ちょっと話をしてね、訂正してもらうとしてですね、まあ、自衛隊の方もね、ちょっと、まあ、コロナが明けたらね、ちょっと見に行こうかなとは思うんですけれども、まあ、写真とか先にもらっててですね、まあまあ、間違いなく一緒だなっていう感じですね。で、まあ、進んでいくとですね、まあ、このトラスの、まあ、外観がね、まあ、主になるんですけども、ここのね、まあ、このカーブが非常に美しいですね。で、ここでね、こう、繋がってて、こういうふうに、三連ですね。うん。こういう形になってますね。もちろんこっちもね、このトタンとかはね、こうなんですかね。戦後にね、吹き替えられて、上はね、木の板になってるみたいですね。で、ここはね、こう、排水溝というかね、当時のもののね、残ってますね。敵が入ったのがね、わかりますね、これ見ると。で、このなんかね、倉庫っぽいものも怪しいなと思って見てたんですけれども、まあ南方とかでね、なんかよく見る形かなと思うんですけどもね。まあこれも、まあ当時のものっぽいですけど、ちょっと確証はないですね。で、いざね、この倉庫の中に入りますと、まあ、このね、トラスが非常にね、美しいですね。で、まあ、上がね、木なんですけど、まあ、自衛隊のね、格納庫なんかも、残ってるものでも、こう、ペンキ塗られてね、まあ、緑とか大体なってるんで、かなりね、印象が違うなっていうところですね。まあ、ぜひね、こう、これはこのままね、ずっと保存されて、ぜひ、なんていうんですかね、有料ツアーとかね、してくれたら、
本当にね、いいんじゃないかなと思いますね。で、入り口のね、ところを上見上げると、こんな感じで、まあ、ずっとトラスがね、これもね、入り口のところで、これは後付けですね、もちろんね。まあ、ちょうどね、天気も良くて、ずっと雨続いてたんですけども、非常にこう、青空に映えるそうです。で、これが間のね、つなぎ目のところです。で、ちょっとね、こう、切れたりもしてますけれども、まあ、まあ、外資はね、これ後かなと思うんですけれども、まあ、こういう作りになって、まあ、自衛隊のね、施設になると、こう、拡張というか改造されたりね、こう、クレーンがついたりするんでね、まあ、これはね、オリジナルのままだと思います。で、まあ、1、2、3となってね、これ一番右の方ですね。まあ、内容的にはね、まあ、ほぼ一緒なんですけれども、まあ、こういう形になってます。天井ですね。まあ、このね、リベット技術はね、まあ、溶接がなかった時代なんで、まあ、これはね、艦船の海軍の技術とね、一緒だということです。で、私がね、この一番このつなぎ目のところが美しいなと思ってですね。まあ、ここにこう、まっすぐ伸びていくのがね、こう、やっぱ、こう、同じものがね、こう、続いてて、遠くまで見通せるっていうのは結構ね、私は美しさを感じるんですね。入り口とか、近くで見るとね、こういう感じでも、なかなか武骨な感じでね、いいですね。まあ、ほんとね、よく残ってますよね。まあ、特にね、このなんかいっぱい集合してるところなんて本当美しいですね。まあ、この美しさがね、分かってもらえる人はね、もう嬉しいんですけども、ほんとね、私はこれ見た瞬間ため息でしか出ないというかね、本当に圧巻されましたね。圧倒されましたね。圧巻でした。なかなかね、こうも美しいです。で、地面もですね、こう四角いね、コンクリートになってまして、まあこれもね、当時の技術かなと思うんで、そのまま残ってるような感じですね。まあここをね、まあ飛行機がね、置いてあったかと思うとね。で、格納庫側のドアはですね、まあ自衛隊の方と同じようにですね、こう横に広がるタイプでね。まあ今回は開いてませんでしたけれども、まあ滑走路側にはね、すぐ出れて、まあ滑走路側とこの倉庫側というかね、の方では、入り口のね、形が異なります。で、ここはね、まあ横のこうボードとかもちろん張り替えられてるんですけれども、横のね、明かりの窓があるところはね、これ自然光なんですよ。非常にまたそれが美しかったですね。まあ、ほんとね、産業遺産というかね、なんというか、美しいですね。まあ、こういうね、ボルトもね、こう、残ってます。で、これもね、なんかこう、みんながね、発見したんです。ここに板が入っててね。まあ、その分、ここ、なんかね、モルタル上から塗ってるんで、そこの部分は剥がれちゃってますね。あと、こういう通気口があったりですね。まあ、ここはね、ちょっとなんか直されてる感もありますけどね。まあ、ネズミとか入っちゃうと困るんでね、してあるんでしょうね。で、これがね、滑走路側でない方の入り口ですね。もうほんとね、非常に美しい感じでした。まあ、扉もね、当時のものかなと思いますけど、ちょっとね、わかんないですけど、基本的には、ね、レールも当時のものじゃないかなと思います。ということでね、まあ以上となりますけれども、まあこれがね、こう3個続いてるうちの3個なんですけど、まあこれがね、もう1個3個続いてたってことで、まあ間違いなくね、まあ同じものでね、まあここは自衛隊に取り壊されたってことですね。まあね、自衛隊の敷地とこうちょっと面しててね、なかなかね、民間のところが、こう、直で面してるっていう、なかなか珍しい作りですよね。ではね、簡単にしたいと。ます。以上になりますね。まあ本当さ、ごめんなさい。最後になりましたけれど、茨城倉庫の皆様にはね、大変お世話になってありがとうございました。この場でね、お礼申し上げたいと思います。あ、最後ですね。あとこのね、建物もちょっと怪しいんですけれども、ちょっとね、わかんないですね。